爽やかに若松にやってきました。若松食べた、食べたってどういう意味？あ、若松弁？腹減った。あ、腹減ったって意味か。この後が、うん、これはチェーン店って美味しそうよ。なんかカレーの専門店だって。行ってみましょう。今日はあの一般の部の2人ですね。じゃあ美味しいカレーを、ね、食べたいと思います。あ、すごい景色がすごくいい。ここ響き灘ですね。あ、あれが若松大橋？若戸大橋。あ、若戸大橋か。そして前の工場があれ、なんだろうか、あれ八幡製鉄所？敷地工房ですよね、全部ですね。すごいよ。結構ね、釣りしてる人たち結構いますね。ここに何があるかって、ちょっとすごいもんがあるんですよ。でも、あそこのさ、海に浮いてるあれは何も関係ないの、うん、なんかの遺構とかじゃないの？ああ、あれがあるけんね。これ漫画釣れとっちゃろ。意外にみんな釣りに来とるよ。いや、バケツに入っとらんや、あんまりまだ入ってないですね。なんかね、これやん、これです。はい、これが何かというと、え、ここに3つ、これ一石、え、ここにも埋まっとるの？うん、あ、書いてあるやん、上に。ほら、うん、ただ、わからんね、もう。もう完全に大きかったってことですか？わあ、これすごいね。これではね、うん、練習館だね。だけど、軍艦防波堤戦後間もない、昭和23年よ。沈めたのかよ、うん、その時の写真見ると本当にもう単純に船が浮いてる。わあ、すごいね。でもこういうパターンってよくありがちっちゃろ、防波堤にしましょうみたいなね、うん、これもなんか船のあれ、なんかこれ出とるよ、ほら。こんな違うの、昔の遺構じゃないんですか？
これが沈めたてほやほやの航空写真のやつ、うん、これが新しい地図と重ねた。本当だ。これ後で送っとくね、うん、これ多分なんかのあれ、あれやね、これちょっとぐるっと一周してみましょうか。でもでかいね、やっぱり軍艦やけどね。すごい。これがもともと海に浮いとったっちゃからね、上に落としなので無理をしないでくださいわすごい。なんか埋まってないかな、化石とかね。意外とあるかもしれない。すごいね、これいろんなの埋まっとるよ。でも石ばっかりやね。すごい、なんか風力発電くるくる回っとる。別に入ってない。すごい釣れんじゃない？どうせちっこいアジとかしか釣れんやろ。あ、ここが、あ、ここやね。ここが軍艦の終わり。あ、乾燥人手やん。乾燥人手。乾燥人手がある。ちょっとこっちに興味を。これすごくない？これ家に飾ればいいやん。好きやろ。おインテリアに多分合うよ、家に。きっと。これ、なんかもう、埋まってきとるよ。ねえ。だんだんわからんことなるんじゃない？多分これでも結構の、なんか残すように、努力してくるのか。なんか意外になんか扱いが雑やね。もうちょっと、ねえ、綺麗に、保管した方がいいんじゃないですか。もう捨てるものでやってるからね、もう。まあ、もともとだってリサイクルやもんね。タイタニックや、ほんとやね。ここが一番だって分かりやすいもんね。うん、あ、全部でも長崎とかでできたり三菱、うん、生存者を救出の後、刺すんだろ。これは開発速更新で刺す、うん、バックで刺せばいいんかよ。しかもその後応急修理の後防空砲台になった。はあ、砲台として使う、刺せばいい。すごいハイアパートですよ。これでも廃墟やんね。てか廃墟やんね、これ。めちゃめちゃすごいです。これね、葉っぱのね、海てか、これどうやって行く向こうまで。すごいね。これさつまいもみたいね、なんか。本当なんか鶴みたいな。てかさ、どうやったら こんなに、あ、これ1号とか2号とか数字が良くない？これすごいよ。ちょっと開いてます。閉まってますね。もう結構これ古いやろ。見てん。でも穴が咲いとうとよ。これアパートやけん。え、裏側全部トタンってことですかね。そうだ。素材が。本当やね。意外になんか安い作りやね。何もない。ねえ、てか全部古いね、この辺り。これ古いよ。ここが本町か。本町商店街とかあるもんね。料亭金鍋本館。
ぱ有形文化財よ。てかね、あれコウモリ。ここだ。実際のマンション。うん。これプレートただの本当に両手でいいんですよね。なんか私たちこういうの見るとちょっと勘ぐる習慣がありますから。これさ、夜に来たらこのコウモリがさ光って見えるね。うん。わあ、ここすごいなんか昭和のね。うん、シャレとる。スナック夢夢。ムム？わあ、なんか。やぶそば、やっぱいいね。若松ってこの、うん、期待を裏切らんけいいよね、もうね。うん。人おらんね。そうそうそう。すぐ着くよ、乗ったら。もうすぐ着く、あの船。いや、これすごいよ、これ。ねえ。これ、1、3階建て？これも結構ど古いよ。あそこタイルですよ。タイルですよ。これ。あー上ね。まあ増設じゃあそっち系。そっち系でもおかしくない場所にあるって。もうあっち側にそんなのがいっぱいあるっちゃから。本町商店街。うん。でもね、本町っぽくないじゃん。市場自体はね、別に古いわけじゃないけど、汚くないけど、うん、ただね、閉まってますよ。お父さん、喫茶店どこですか？お父さん、喫茶店。こんな中にないかも。普通さ、駅前とかにないね。うん。なんか一軒ぐらいあるやろ、喫茶店。なんかゆったりまったり。ちょっと待って、これ。お父さん見て、こう、向こうが海ってことですよね。うん、じゃあこれ方向どうなんですか。やぶそばが、やぶそばがこっちだから、こう、こう、こっち。これの磨きはそばも、やぶそこ右曲がったらズタボロがあるよ。うん、前に来ました。なんかあっちにもなんか格子がある。てかすごいね、この辺。うん、昔はね、旅館でしたみたい。これすごいよ、ここ作りが。レンガ、突き出してる。でもレンガの意味がないよ、あまりね。若松といえば大正町商店街と恵比寿市場。これもともと多分ね、闇市とかそんな始まりやろうね。あ、見て見て、ほら、猫がおる。デートしてるデートしてるの、あなたたち仲良し。あ、なんかお利口さんよ、二元券。二元、こんにちは。あ、来た。あ、奥にもおる。いっぱいおる。いいね、この雰囲気ね。すごい。うん、すごい猫だらけ。あ、来た、こっちに。ここいいやろ。あ、これ映画出たんだ。もう考え中で撮影した時に、うん、なんかしようと勝手に入ってた。あ、でここにね、ベラビのね写真があるっちゃん。
ね、猫がいっぱいおるね。ほら、ベラに酸素。すごいね、昔。機関車。この頃すごくない？なんか市営バス。これボンネット。うわ、10連だ。すごい。あ、こっちもある、ほら。ここすごいよね。くるっと回ろう。この口感がいいね、もうね。ここで店したの？ここで？なんかいつもね、ちょっと日当たりが悪いところをいつも私に勧めてくるっちゃう。うん。多分家賃はね、安いと思う。だけど、人生はかけれん。お客さん来るかな？でね、こことかすごいよ。ほら、みちさん好きそうなお店があるよ。あ、すごい。ね。まだこんなが残っとっちゃから。すごいとよ。もうすごい、あっちもこっちもすごいっちゃん、この辺は。これ映画で使えるよね。うん。あ、フリテンコ買ってパパ。これ家賃じゃないや。いくらで売っとるんやろね。できるね。うん、しきらん。雇う。キャサリンを雇おう。うん。ここすごいね。時間がすごい。これも昔喫茶店とか美容室やな。雰囲気的にね。でもね、結構汚いとこ美味しかったりするもんね。この辺でもお店いっぱいあるよ。じゃあ裏のやばいとこに連れて行きますよ。うん、ちょっと作りが違いますね。すごいっすよ。奥全部すごい。うん、トタンとか山のようにあるこの辺り。行きましょうか。これすごいよ。おお、なんか千代の金平団地思い出した。昔のアンプとかさ、台所も残っとる。ほら、来てん。これさ、なんかバス停とかにあったような。ほら、あっちキッチン残っとるや。あ、カレンダーがある。ちょっと待って。
すごい、これちょっとやばいよ。やばい。カレンダーは、うわ !1997 年って書いてある。平成9年だって。うわぁ。なかなかないよ、こんなとこ。うん、うん。これすごいね。あの辺りとかも、あそこも全部や、うん、そう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 、この裏ぐらい。これさ、すごくない？これガスのやつや、もともと。これすごいよ、ここ。屋根がすごいね、この辺の。もう、住んでないやん。あのケロッピーは多分、かなり昔からでしょ。ここも家があったっちゃろうね。てかさ、これ、すごいよ。ねえ。うん。いや、でもこの辺とかさ、なんか青とかあってもおかしくないし、もうどこで何やっとってもおかしくないっちゃんね。もう、フリーダム。ね、フリーダム。そうです。ここはそういう場所ですよってなったらもうそうだし、ね、合意のもとみたいな。あ、でもなんかこれ怪しくない？これ怪しいやん。これ怪しくない？ね、ちょっと怪しいです。安くて楽しいんだって。さあ入ってみな、分からんけんね。これやってないの？ここもう潰れとるね。のれん街って書いてあるよ、これ。のれん街、飲み屋街だね。うわ、これ昭和の電気やね。すごいね、ここは。ありがとう。まあ、ここ一応観光名所ですからね。観光名所ですよ。これすごいですよ。この辺りはとにかくあのすごい素晴らしい物件がたくさんありますから。